皆さんこんにちは。H3VR、今日もやっていきましょう。今回はカメラ位置を調整してみました。LIV というツールは、カメラ位置の設定をいじることで、真正面以外からも映すことができます。真上や胸元アップ、見上げるような両アングルも自由自在です。VR の可能性は無限大ですね。キリちゃん、小学生がそんなはしたないこと考えちゃダメですわ。タコ姉様、視聴者サービスは何より大事なんですよ。キリタンはもう再生数の喜びを覚えちゃったみたいね。キリちゃん。さて、今回の初期武器はサコー TRG-85 バーバリアンですね。フィンランドの歴史ある銃器メーカーが作ったボルトアクションピストルです。ライフル弾なので威力はありますが、射撃速度が遅いので囲まれたら厄介ですね。慎重に行きましょう。Override token found. たまに部屋の外に敵が残ってることがあるので、油断なりませんね。まったく。キリタンは、新しい弾薬を手に入れたみたいね。弾頭が黒光りしてますわ。これは、ブラックチップ弾ですね。このゲーム、弾薬に種類があって、ライフル弾には、アーマーピアシング弾、焼夷弾、焼夷アーマーピアシング弾などがあるんです。アーマーピアシング弾は、敵の防弾ベストや大理石の壁を貫通してくれるんですよ。貫通力が高いんですのね。でも、当たった敵がそのまま攻撃してきてるみたいよ。ええ、貫通力は高いんですが、柔らかい敵だと、小さい穴が開くだけなので、マスタードが体から抜けるまで、敵はそのまま反撃し続けてくるんですよ。だから、防弾ベスト程度なら、当たった瞬間潰れるフルメタルジャケット弾の方が、効果は高いですね。キリちゃんも物知りですわね。さすが私たちの妹ですね。キリちゃんのお尻がアップで映像がすごいことになってますわ。これは後で私たちだけでこっそり楽しみましょうね。味がありますわ。おっぱ。しまった。キリちゃん、危ないですわ。クリアー。まだ1ゲーム目なのにすごく大変そうですわ。ボルトアクションピストルはさすがに引きが悪かったみたいですね。ズン姉様の言う通りです。オートマチックなら次の弾で狙いを修正できるんですが、ボルトアクションは一発ごとに狙い直しですからね。連射が遅いのも悩みどころなのですね。もう遅いですわ。目ですわ。ピストルを叱ってもどうにもなりませんよ。タコ姉様は何を喋ってもいやらしいのが素晴らしいですね。何ですと？やりますね。ボルトアクションだと遭遇戦でも一苦労ね。でもこれで敵は殲滅みたいですわ。ええ、一応クリアみたいです。先っぽが青い弾ですわ。これは焼夷弾ですね。敵に当たると低確率で火がついて敵に持続ダメージを与える弾ですね。弾が白く発光するので狙いもつけやすくて便利な弾です。アーマーピアシング弾より使いやすそうね。でも貫通力がないのでレベル3アーマーを着込んだ敵には効果は今一つです。火をつける能力と引き換えに
貫通力が犠牲になっちゃうのね。エンチャント燃やし尽くしてあげますわ。タコ姉様、本当にセリフが豊富ですね。声を聞いてると姉ながらムラムラしちゃいますね。キリタン、心の声が漏れてるわよ。さあ、始めましょうか。キリちゃん、頑張ってね。敵よりコアを先に壊すのはいい判断ね。やればできるんですから。焼夷弾が当たると一撃で敵が弾けるのがいい感じですわね。いいですわ。タコ姉さん、興奮が高まってますね。今の私はツンキリ応援団ですわ。間に合わない、投資弾を使います。もう無理。もうこんな銃使ってられません。総資源がなかったら、あのままゲームオーバーだったかもね。キリちゃんが苦労してるのは、見るに耐えませんわ。タコ姉さん、キリタンはまだ死んでませんよ。タコ姉さん、キリタンならきっと乗り越えられるはずですよ。ええ、安心してください、タコ姉様。私、このキリタン砲を撃ったら、ツン姉様と結婚するんです。はぁ、ツンキリ尊いですわ。妹でご飯を食べるわね。いいと思います。そうだ、武器紹介を忘れてましたね。この銃は、ゲルテック PMR30-22 口径のウィンチェスターマグナムリムファイア弾を使う銃ですね。樹脂製部品が多く使われていて、弾薬も安いので、経済的なピストルです。マウントレールがあるので、レーザーサイトも付け替えときましょう。やっとオートマチックの武器が手に入りましたわね。でも22口径だと、威力が心配ですね。仕方ないです。武器の引きは、くじ運任せなので、このまま行きましょう。It's a little lonely out here.
Processing with system node. Hold this position. Analyzing system. ありませんね。これはかなり厳しいかもしれないです。次は硬いコアが出現しますわ。どう見ても厳しいですね。次は階段上ですね。上と下、同時に攻められると耐えられませんわ。当たってるのか当たってないのか、全然わかりません。残念だったね。ええ、でも死ななかっただけでも良しとしましょう。こんなこともあります。引きが悪いおかげでトークンには余裕がありますからね。キリタンはポジティブシンキングですわね。私ならきっともう心が折れてますわ。キリタン、その武器は使いやすそう。これはイスラエルの IMI 社が作ったガリルですね。 7.62 ミリ弾を使う威力の高いアサルトライフルです。貫通力も威力も申し分ないですね。これは当たりです。先っぽが真っ赤になってる弾薬が手に入りましたわ。それは普通の弾とどう違うんですの？これはトレーサー付きの弾薬ですね。弾薬が発光するのでとても狙いがつけやすい弾です。貫通力は AP 弾には劣りますけど、 7.62 ミリ弾はもともと威力が強いのでそこまで問題にはなりませんね。キリちゃんもついに一人前の兵士ですわね。発射音がすごくて威力の高さがよくわかるね。意外とたくましいところもあるじゃないですか。あら、これで終わりなの？残念ながら体が壁で隠れてしまったので取れ高になりませんでした。というわけでカットです。ふっ、草生えますわね。キリタン、そういうところ意外と気にするんだね。ところでキリタン、ちょっと気になってたんだけど、その戦闘服ってピチピチのラバー素材だよね。摩擦が強すぎて着るとき大変じゃないの？
私も気になってましたわ。ラバー素材のスクミズなんて見たことありませんですもの。ええ、実はこのスーツを着るにはまず全身にワセリンをたっぷり塗って摩擦を減らしてから着るんです。なんですって。これはキリちゃんにはまだ早いですわ。タコ姉さん、もう着ちゃってるから遅いですよ。キリちゃん、その戦闘服にはそんな苦労があったんだね。一体誰がこんなことを。おかしい、こんなことは許されませんわ。東北家の長女としてキリちゃんだけに苦労させるわけにはいきません。キリちゃん、今度ワセリンの使い方を教えてくださいまし。キリちゃんの戦闘服を借りて次から私が出撃しますわ。チュチュッと参上。東北イタコですわ。え、それはちょっと絵面がすごいことになりそうですよ。まずいですよ。エッジ爆弾タコ姉様を野放しにしてたらアカウントが焼け野原になりそうです。そうだ、武器紹介しましょう。これはデグレチャフ歩兵28系機関銃、ソビエト連邦で開発された47発装填の軽機関銃です。円盤が弾が銃が最大の特徴で 7.62mm 弾を使うので威力は抜群。欠点は中心の熱を浴びてマガジンの回転不良が起こりやすかったことと、弾薬ケースがかさばって持ち運びに苦労する点だったらしいですね。あとはレインボーシックスシージのタチャンタさんが使うことでも有名な銃ですね。キリタンは物知りだね。そうこうしてるうちに最後のウェーブ開始ですわ。キリちゃん、頑張ってくださいまし。頑張れ頑張れ。何度見てもいい眺めですわ。小ぶりで引き締まったいいお尻ですね。ふふ、変態さんですね。はぁ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 、タコ姉さんがスクミズを着たらきっともっとすごいことになると思うよ。今はキリちゃんのお尻を眺めるだけで幸せですわ。世界は姉妹愛に救われるですわ。何この曲は。これはロシアで愛されてる歌謡曲ガリンカですね。私はちょうど音楽の時間で習ってますけど、姉様たちも小学校で歌ったんじゃないですか。確かに懐かしい感じですわ。私たちは日本語歌詞で歌いましたよね。歌詞を覚えてる方も多いと思いますわ。コアが実体化しました。そこ。やりました。キリタン、いい感じね。その調子で頑張ってくださいまし。行ってきます。見ていてくださいね。最後のコアが実体化したよ。
キリちゃん、ここが最後の踏ん張りどころですわ。ファイトですね。ゴーゴー。キリタン、やったね。ツネ様。5 override tokens found。やりました。これも姉様たちが応援してくれたおかげです。私、ますますこのゲームに挑戦したくなりましたわ。キリタン、私はタコ姉さんを止められそうにないから、説得よろしくね。ふぉー。まあ、タコ姉様の出番は、コンプライアンスを考えて、じっくりコンセプトを固めていきましょうね。安全運転でいきましょう。では、ここまでのご視聴ありがとうございましたわ。次もまた来ていただけたら嬉しいですわ、旦那様。タコ姉様、甘いボイスありがとうございます。バイバーイ。